日本プロマージャン連盟第41期鳳凰戦 A1 リーグ、今週は第11節シータクの試合が行われました。シータクは白鳥プロ、前田プロ、西川プロ、沢崎プロの試合が行われ、1回戦目のトンパツにいきなり白鳥プロが国士無双を放らし、沢崎プロが親かぶりをしてしまいます。さらに2回戦目には西川プロが少数シーンを放らし、またしても沢崎プロが親かぶりとなってしまいます。この西川プロの上がりは、ここで無双をポンせずチンしたのもすごいし、ここからテンパイ崩して少数シーンに向かったのもすごい巧みな打ち回しを見せてくれました。そんなおからしの中、前田プロが2トップの全連帯で1番スコアを伸ばしています。 M リーガーの白鳥プロは国士無双を上がった半チャンでトップを取れなかったことが響き、この日はマイナスとなりました。暫定順位はこのようになって、前田プロが白鳥プロを抜いて暫定1位となりました。また西川プロも4位まで順位を上げて決定戦が見える位置まで来ています。一方、ベテランの沢崎プロが一気に12位まで順位を下げてしまい、残留争いに巻き込まれてしまいました。試合後に西川プロは次のようにコメントしています。上がったことよりもテンパイを崩したことを褒めてほしいですね。奇跡的な上がりでしたが、リスクを取るに際して理による賞賛もありました。損得だけでなく、麻雀の素晴らしさを表現できるような打ち手になれるよう精進していきますので、よろしくお願いします。日本プロ麻雀連盟第19期女流王座 A リーグ、今週は第6節シータクの試合が行われました。シータクは全員が1回ずつトップを取る中、後藤プロが全連帯でトータル1人勝ちとなりました。 M リーガーの菅原プロと伊達プロは高級がちらつく中で2人ともポイントを盛ることができませんでした。暫定順位はこのようになって、後藤プロがプレーオフ圏内の7位まで順位を上げています。菅原プロと伊達プロは残りの最後の一節に残留をかけて大事な対局となりそうです。試合後に後藤プロは次のようにコメントしています。なんとか勝てました。広柴田プロに褒めていただけたのがすごく嬉しかったです。決定戦目指して頑張るぞ。最高位戦日本プロ麻雀協会第49期最高位戦 A1 リーグ、今週は第10節シータクの試合が行われました。シータクは坂井プロ、近藤プロ、水巻プロ、津田プロの対局となり、水巻プロが2トップで1番スコアを伸ばしました。今季で引退を公言している近藤プロは、決定戦に向けて負けられない対局となりましたが、こちらも2トップでスコアを伸ばすことができました。1回戦目に指示パイ間違いで注意となって、さらに見せパイで2回目の注意となってマイナス5ポイントとなってからのラスだったので、一時はどうなるかと思いましたが、なんとか踏ん張ってくれました。暫定順位はこのようになって、坂井プロが首位の座を石井プロに譲る形となりました。決定戦争いは最後までもつれそうなくらい点差が縮まってきましたが、それ以上に残留争いが熾烈で、残り2節で100以上負けるとそのダプロまで危なく見える気がします。試合後に各選手は次のようにコメントしています。厳しいですね。きつ。ちょっと今日はミスがあったんで、このまま降級してしまったらしょうがないなという感じですかね。誠一さんに打った1万2000と坂井さんに打った8000は防げたんで、ちょっと後悔が残りますね。最終4回戦は切れ打ちしてたら、あと2万点くらい打ってたんで、まあ素点守れてよかったという感じですね。今日90くらい負けたんですけど、それでもまだ11節12節と残留争いをしている方と同卓するんで、自分が勝てば残留が近づく、負けたらもう終わりという分かりやすいポジションになったので、現実的に残留は残っているので頑張りたいなと思います。とりあえず一息つきましたね。まあ一息ついたとは言ったんですかね。時節めっちゃ吹いたりしなきゃ最終節は怖いと思うので、しっかり準備してきっちり残留します。カズマ喜んでるんですよね、きっと。村上さんも喜んでます。チート好きでしょ。ただ下手なんで、ポンして圧かけたい曲とか、残っているパイによってランダムにしているんですけど、あまりいっぱい喋るとそんなんで、冗談です。
次の節はチート多めになると思います。次節最終節と、特に最終節は誠一さんと村上さんと大吾さんと水巻さんというごゆすぎる卓でやります。このポイントで、そうですね、11節上積みしてめちゃくちゃ楽しめれば最高だなと、選手冥利に尽きるなと、もちろん決定戦が目標なんですけど、マジでやってやりたいなと思っているので、応援していただければなと思っています。ここ3節順調にポイントが伸びてくれてるので、もう一息二息必要ですけどね。今日は上がりも結構ありましたけど、平たく言うとあまり選択肢のない上がりが多めだったんで、そういう意味では運にちょっと楽させてもらった感じがしますけどね。実際そういう部分もありまして、ここ1ヶ月くらいですかね、それまでとそれ以降が全然状態が違うんですよ。皆さんにはご心配をおかけしていますけど、今のところこの1ヶ月は結構いいというか、状態としては体調の意味でコロナの前に近い状態ではないかと自分では思っていますけどね。ただ若干加齢とか更年期とかもあるんで、1ヶ月経ちましたけど、この先どうなるか不透明な部分もありますんで、できれば現状維持してくれたらいいなとは思っています。11節でまずは少しポイントを積み上げられればいいかなと思います。最終節、村上さんと酒井さんと同卓で、あと水巻さんと大吾さんですかね。酒井さんと村上さんのポイントを考えると、現状のままだと分が悪い差があるんで、できればもう少し詰めた状態で最終節迎えられたらいいなと思います。残り2節、気の抜けるハンチャンはありませんので、とにかく体調を整えながら精一杯頑張りたいと思います。最高位戦日本プロ麻雀協会第24期最高位戦女流 A リーグ、今週は第6節 D 卓の試合が行われました。永世女流最高位の根本プロがワントップの前連帯でスコアを大きく伸ばしました。 M リーガーの水原プロは 1-4-3-2 のサイクルでしたが、素点を稼いでスコアを少し伸ばしました。暫定順位はこのようになって、4位から9位がわずか20ポイント差、1着順分の差という賞金差となっています。試合後に水原プロは次のようにコメントしています。良かったとこと悪かったとこが両方あったなという感じでしたね。反省点は小宮さんと 3-4 着争ってて、白を一泣きすべきだったなっていうのが一番大きい反省で、あれはちょっと悪い癖が出ちゃったなという感じなんですけど、もう一個後悔しているのが2件リーチ1位トイドラドラで転敗して南端切り位置を行く選択があったんですよね。さすがにこの順目で2件リーチに嘘をぶっぱはゴリラすぎるってやらなかったんですけど、アホになってリーチする方が最高位戦ルールでチートイドラドラって本手中の本手だから、それもあったかなって後悔ですね。やっぱり私やかありとなしで結構打ち方変わる派かもしれません。本当は今日大きく勝ってプレーオフに大きく近づく日にしたかったんですけど、ちょっとどうだったかな。内容はまた見返して反省してってやりたいんですけど、ただ大きくマイナスすることもなかったので、残り2節でまだまだ上が見えると思うので、残り2節爆勝ちしたいです。日本プロ麻雀協会第23期雀王戦 A1 リーグ、今週は22日に第7節 D 卓、27日に第8節 A 卓の試合が行われました。D 卓の結果はこのようになり、立花プロが3連続トップでスコアを大きく伸ばしました。そして A 卓の結果はこのようになり、鈴木健太プロが2トップのラスなしで1番スコアを伸ばしました。 M リーガーの堀プロと浅井プロはどちらもスコアを崩す結果となりました。暫定順位はこのようになって、立花プロが堀プロを抜いて暫定1位となりました。今節大きなマイナスとなった小川プロは一気に高級圏まで順位を下げています。試合後に立花プロと堀プロは次のように語っています。見ました、4枚目のチーピン引いた時、あれ今日一嬉しかったです。2節連続3連勝してるんですよ僕。まあついてましたよね。途中まで自分でもあんまり内容良くないなと思って、2回戦のオラストかめちゃくちゃ日和りすぎて角谷さんの連チャン生んじゃって、これはダメだと思って、でもなんか助かりましたね。この3連勝であと3節あるんですけど、かなり有利な位置にあることは間違いないと思うんで、このポイントを維持しながら
もちろん決定戦を目指して頑張りたいと思います。ほっとしましたね。軽傷で済んだんで、これで一節消化できたんで、最後ラストかだとかなりバチバチの殴り合いになってたんで、まだリードを保てたのは良かったと。次勝てば決まりだと思います。プラスで折れられれば、あの手もらったら普通はポンポンしていくんですけど、上がれないなと思っちゃったんですよね。面白くないよ。あのハイパイもらってチートイのリーチになる人いる。びっくりだよ。とんでもないハイパイ入ったんですよ。お化けハイパイ。ポンポンドンで第3弦。第3弦にならなくても3倍満。それがチートイのリーチになって上がれず。そんなことあるんだね。あれ赤より麻雀ならパンパン出てくるんだけどね。赤なしがね、出づらい感じになっちゃったね。まあでも今日軽傷で済んだんで、残り2節頑張ります。日本プロ麻雀協会第23期女流雀王戦 A リーグ、今週は第7節の試合が一斉に行われました。夏目プロが3トップで1番スコアを伸ばし、暫定1位となりました。実力者の凛のプロも3桁プラスで決定戦圏内まで順位を上げてきています。前女流雀王の水崎プロは今節もスコアを伸ばせず、降級の可能性がかなり大きくなってしまいました。運命の最終節は10月27日の予定となっています。 RMU 第16期霊障位戦 A1 リーグ、今週は試合がなく、次回は10月6日の予定となっています。麻雀連合第22期ニューリーグ、今週は最終節である第8節の試合が一斉に行われました。 M リーガーの小林プロは残留をかけたを売り一番となりましたが、この日も厳しい展開が続き、無念の降級となってしまいました。永世称王の押田プロはこの日もスコアを伸ばし、決定戦に向けて弾みをつけました。ということで、現称王のムクプロに挑むのは、三原プロ、押田プロ、黒沢プロに決まりました。試合後に小林プロと押田プロは次のようにコメントしています。今季は最初からずっと最下位で、いつか戻せるかと思ったら、ちょっと戻ってちょっと減って、最終戦はもうほぼ諦めて見てましたけどね。今日も傷を広げる結果になるんだろうなと思いながら、このメンツに印籠を渡されたなという感じで、年齢的にもみんな先輩で、このメンツで高級決定かと思いながらやりました。麻雀は普段からミューリーグ勝てる気がしないでやってるんですけど、なかなかうまくいかないなと改めて思い知らされました。今日に関してはめくり合いにほとんど負けてたんで、仕方なかったかなという感じですね。来季は久しぶりにミュウツーリーグでやることになったんで、永世称王はイシャンテンに戻ってしまいました。また一期で戻ってこれるように頑張ります。そうですね、ポイント的にすごくリードがあったんですけど、気を緩めずに打って、結果的にポイントを伸ばせたので良かったですね。称王決定戦、今年は全部アベマで放送になるようなのでね、ぜひ皆さんご覧になればと思います。ということで、今回はここまでとさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価をしていただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。